と、コミュニコムスリはとても短いんですが、とても強い毒を持つ危険なヘビに変わりはありません。さあ、コブラ、首広げて立ってると、ちょっと迫力があってかっこいいんですが、実はこの姿の時に、一つ大きな弱点があるんです。さあ、その弱点、何かというと、首が広がっているおかげで、前の方はね、もうしっかり見えてるんですが、実は後ろの方が見えてないんです。はい、でもね、前は見てますよ。まあ、後ろもね、前は危ないです。はい、ですが、もう後ろ見えてない。例えばね、しっかりね、前さえ構っておけば、そーっと後ろの方に手を持ってても、わかんないんで、パチンと。できちゃうんですよ。ですが、これ結構命がけでやってたんですよ。まあ、このようにね、ちょっと間抜けな弱点を持ってるんですが、これをうまくカバーしてると考えられているのが、コブラの背中にある丸い白い模様です。実はコブラさん、背中の方に丸い白い模様があります。で、この模様、コブラの敵が見ると目や顔に見えるようで、この背中側を正面だと勘違いしてしまいます。そこでコブラの敵はうまく後ろに回り込んだつもりが、本当のコブラの正面に来てやられてしまう。コブラ、自分の弱点、背中の模様でうまくカバーしているようです。さあ、コブラさん、この姿はとても有名なんですが、いつもこの姿をしているわけではありません。これは怒っている時の威嚇のポーズです。ファイティングポーズ。では普段の姿を皆さんに特別にお見せしたいと思います。じゃ、今ね、少し怒ってますから、リラックスしてもらいます。はい、頑張ってくださいね。しっぽ構えて逆さにして、はい、じゃあ、ブラッブラッブラッバーっとね、はい、リラックスしてもらいます。はい、そうすると、ちょっとね、姿が変わってきましたよ。はい、なんだか首の広がりなくなってきて、普通の蛇と変わらない細長いスリムな姿に変わってきましたよね。はい、実はこれがコブラの普段の姿です。普段から首を広げてますと、狭いところなんかで首が引っかかって邪魔になります。ですから普段はこうやってスリムな姿で活動してるんです。はい、ですが、いざ敵がやってきたり、怒ったり、怒らせたりなんかすると、はい、このように、お首を広げて、威嚇のポーズをとるんです。まあ、コブラには二通りの姿があるということを少し覚えておいてください。では、実はこの子も以前は、漫画と検討所でかっこよくお仕事をしてたんですが、ご検討がなくなってしまったので、今では出てきてもらって、私に頭を叩かれてお仕事は終了です。はい、じゃあコブラさん、お疲れ様です。